空から滴り落ちてきたハイパープレッサー。そのハイパープレッサーは一つの塊となり、やがて大きな竹へとなった。この滝に打たれている人は20年前冬季オリンピック初代王者になったあの伝説の銅像である。この人は50年前オリンピックを初めて開催した偉い、とても偉い会長なのである。銅像に見た目が似てるのは血縁関係があるのであろう。私でもよくわかりません。言っちゃった。ただいまより冬季スプラオリンピックを開催いたします。よろしくお願いします。みんなスキージャンプをしております。おー、綺麗に飛ぶね。おー、なんかヒレオ選手いい練習くるんってしてたね今ね。おー、うまい。おー、いいね。みんなうまいよ。いいよ。それではイカ選手からお願いします。イカ選手、今回の格好いいですね。なんかスキーっぽい、なんか一番スキーをうまそうな格好しておりますね。頑張ってほしい、期待してます。頑張ってください。来ました。スーッと降りてきてます。お、1回転今見られましたね。ここでもさらに1回転、合計2回転だ。素晴らしい。それでは続いてタコ選手、競技の方をお願いいたします。タコ選手どうですか？足出してますけど寒くないんですか？でもスキーっぽい格好してるからタコ選手にもちょっと期待が高まりますね。来ましたね。勢いをつけてタコが降りてきました。お、ここで1回転、イカ選手と並んでいく。
さらにここでも1回転しっかりと決めていく。これは得点一緒か。それでは最後に今回のダークホースヒレオさんに競技をお願いいたします。お、ヒレオ選手が来ました。ヒレオ選手、調子の方はどうでしょうか。お、ベリーグッドベリーグッドっぽいですね。これは格好がね、なんかスキーの格好とはちょっと言い難いのかな。足ひれついてるけどスキーこんな感じか。でも現れました。雪をかき分けて来ました。そして最後に1回転、素晴らしい。これは他の選手と1回転少ないけども飛んでる最中に雪を払うというちょっと強い技を強い技を見られましたね。本日はスキー団体特別会長ヒレオさん会長に、会長多いな会長多いけど一番偉い人連れてきました。今見た3選手の中で誰が一番ポイントが高かったでしょうか。悩んでますね。とても悩んでます。会長悩んだ上で一人決めてくださいね。会長誰が一番か今。これ書いてくれてますか。会長なんか文字書いてますね。会長が1位の名前を書いてくれました。ちょっと見てみましょう。ひれお会長、1位はもしかしてヒレオさん選手ですか。あはははは、なるほど。じゃあ1位はヒレオさんだ。優勝はヒレオさん選手、おめでとうございます。そして2位3位は同率で2人とも銀メダル、差はなかった。同じ2回転甲をつけがたい存在となりました。ヒリオくん、回転数がすごい。あいつのダンスみたいなすげえ。いいですね。みんなスケートしてますね。ちゃんと。お、イカ選手の今回のドレス、めちゃくちゃ綺麗ですね。なんか、インタビューをしようとしたら、別の方が入ってきましたよ。あれは誰だったのでしょうか。
今回の学校素晴らしくセクシーで頑張ってほしいです。ありがとうございました。イカ選手のフィギュアの種目が始まりました。いきなり回転数を上げております。いろんなところで回転をして観客を楽しませております。イカ選手素晴らしいですね。これは技名をつけてあげたいんですけど、何も思い浮かばない。セクシージャンプとでも言っておきましょうか。おたこ選手もティアラみたいなのつけてた。誰だ、誰なんだ、あの人は。全部いいとこ持ってくな。それではタコ選手の番になりました。ちょっと遅刻してきたか。遅刻大丈夫か。遅刻してきたか、タコ。これはもしかしたら減点だが、いや、しかし、演技でカバー。タコ選手、演技で遅刻をカバーしております。おお、今のくるくるかっこいい。これは高得点ではないでしょうか。いろんなとこにいてジャンプしておりますね。素晴らしい。それでは、最後の選手、頑張ってください。それでは、ヒデオ選手、お願いします。おお、そんなとこから出てきた。そんなとこから出てきたの。素晴らしい。なんかジャンプして、足折れてないかな。すごい、めっちゃ回ってる。ターンがすごい。ターンしながら回っております。ヒデオ選手。なんか出した。ヒデオ選手、なんか出てきましたね。これは減点か？何なんでしょうか？お！なんだこれは？天を見上げて、これは、ヒデオ、イナバウアー。ヒデオ、イナバウアーしてる。うまい。これは、荒川静香再来だ。今回は、フィギュアスケート会会長、ヒデオさん会長に来ていただいております。よろしくお願いします。採点は、ヒデオさん会長が決めてくれるのですが、ちょっと気になるところが。服装が選手と一緒ですね。それは、応援してるから、その格好をしてるってことですか？というわけではない。一選手に、ひいきしてるわけではないんですよね。大丈夫ですよね、会長。ああ、じゃあ、ちゃんと、正当な審査をしてくれるんだ。さあ、会長が今、一番良かった選手の名前を書いてくれてます。ちょっと建物が邪魔で、見にくいのですが、書いております。これは、ひらがなのひですね。これはひらがなの、れですかね。これはひらがなの、5ですね。ヒデオ選手ですね。第2種目、優勝は、ヒデオ選手。おめでとうございます。ヒデオ選手、優勝。そして、第2位、銀メダル。イカちゃん。おめでとうございます。そして第3位、銅メダル。タコちゃん。おめでとうございます。なんか、めっちゃ嬉しそうですね。1位の方には、金メダルを、あげたいと思います。これは、会長からです。どうぞ。日本代表のカーリングボブの練習です、これは。さあ、日本カーリング界のプリンスたち、プリンス、プリンセスたちが入場してきました。これから戦いを繰り広げると思います。さあ、日本代表、この的を壊すことができるのか。カーリング、投げた！いけるか！いけるか！いけるか！あー、届かない！一投目届かず！
2投目投げた。届くか、ギリギリ届いた。おめでとう。これにて、冬季オリンピックは終了となります。家に帰るまでがオリンピックです。皆様気をつけてお帰りください。お疲れ様でした。